プロ野球広島中日戦を応援するため、広島東洋カープのホーム地であるマツダスタジアムに向けて応援バスツアーが4月20日に出発しました。皆さんの元気を応援を期待しております。応援バスツアーは今回で17回目となり、出発前、市役所には参加者約100人が集まりました。広島カープを気合い入れて応援するぞ。はい、ありがとうございます。それでは行ってらっしゃいませ。気をつけて。栗原は一本打つと楽しみなんですけど、まあ、前県は最多投手になって栗原はホームランを狙ったらもう最高の出来です。栗原さんやな、前田さんとかな、あと覚えたのは東出さんとか堂林さんとか、うん、ウキウキワクワク。ツアー参加者には応援バットが記念品として渡されました。応援のバットです。はい、応援のバットです。マツダスタジアムではキャンプ地である日南市の観光 PR、 選手への花束贈呈や始球式が予定されています。